はい、では今日は、森高バースデースペシャルなので、私がおばさんになってもに合わせて美食女エクササイズ。今日は森高千里バースデーライブなので、こちらの、私がおばさんになってもに合わせて美食女エクササイズしてみました。すごくいいですねすごい合ってるなと思ってすごい気に入っちゃいました。いつもあの伊右衛門の太陽が燃えているでやることが多かったんですけども、これもすごくあのいいなと思いました。で、私がおばさんになってもってね、おばさんにならないぞっていうね感じで美食女エクササイズできて、こうすごくこうやる気も高まっていいんじゃないかなと思いました。すごくやってて楽しかったですありがとうございました。美食女エクササイズでした。